組み替え動向もそうだけども、まずこういうの読んでいかないとね。木の強さは、その根の成長から測ることができると、ワイルドウッドでは言われている。そして中でもマザーの木は最強の木である。完全に育ちきった時、マザーの木の根源は、全世界の地下深くに広がる。この成長の過程は、再生を誘発するのに使われた若木に左右され、1000年ほどかかる。そのドアはこの部屋にあるみたいだけど、手がかりはどっかにあるはずだよ。とりあえず光ってる本見ていかないと。物語の館。上下。これかな？めったに見られないドアによって、2、3人ほどの語り部たちは展望台にアクセスできた。誰かがページをまたいでメッセージを走り書きしていた。お、最上階は本物で、私はそこへ行く方法を見つけた。すべてを説明するには余白が足りないが、次出して。もしくは付箋とかつけて、これがきっかけになるはずだ。グッドラック、未来の語り部たち。お、小さな紙が。お、まさに付箋が。ああ、なるほど。このマークで、どこを起点にかな。で、左、左、下、下、下、左、左っていう風に進んでいくけども、間にこのマークの、やつを挟んでいかないといけないと。甲虫のメッセージ。マダラの甲虫、砂甲虫は、水の探索者のリーダーから命令を受け、砂漠の焼けるような砂を進んだ。それは新たなオアシスが見つかったというメッセージを持っていた。すなわち、部族の他の者が探索者に合流する時が来たということだ。甲虫のこの特定種は、厳しい太陽光線を吸収し、下顎で砂をかいて進むエネルギーに変えることができた。天敵には、ハネコブラ、発光ギスネ、ポルソンのタランチュラなどがいるが、甲虫はそれらすべてを巧みに避けた。避けた。甲虫は部族の吸水量が減少しつつある、まさにその時に到着した。そして苦労した褒美に、キャンディーサボテンの花蜜を受け取り、味わったのだった。あとは玄関のやつも見たいな。カートの話。幼きカートグラファーは、氷山で惜しくも祖母と行き違いになってしまった。今は雲の上に行けるほど高い場所を見つけなければならない。そのため、物語の館に戻った。まだいっぱいあるな。とりあえず全部見よう。まだ読んでないやつが。ケランとその夫、物忘れの激しいガダは、ちょっと俺に名前似てますね。いつもより息子を恋しく思う日があった。ガダは浜辺へ散策に出かけた。迷子になる前はよくそうしていたのだ。だが、その日、彼はまるで自分のために残されていたかのようなボトルを北の桟橋で見つけた。中にはメッセージが入っており、興奮した彼は、エキサイティン！迷子にならずに家に戻れた。彼の妻がメッセージを取り出して広げると、すぐに涙が溢れてきた。この筆跡は見覚えがあるよと彼女が言った。息子が書いたんだ。ボトルメッセージ。やってたね。二人の息子からのメッセージ。息子の心からのメッセージは、どうやってか海を越え、二人が一番必要としていた時に届いたのだ。地形をぐるぐる変えていたから、海流がいい感じに、いじられて、たどり着いたのかな。まだメッセージあったね。ハスキーの仕事。氷山に初めて移住したのは、仲間からはぐれて海を漂うただの子供だった。彼が流れ着くと、すぐ、ハスキー犬たちは異常に関心を持ち、あの宝箱に入っていた犬たちだね。自分たちの仲間として育てた。狩りのやり方や他の犬との交流方法を教え、彼を温めました。その移住者は誓った。未来の世代が必要とするときにはいつでもハスキーの助けを得られるような方法を見つけようと。ハスキー素晴らしい。終わらない冬のホニャララ。氷山の伝説にはネバーウィンターと呼ばれる奇跡的な飲み物もある。コカ・コーラの自販機とかに入ってるかな。数種の氷と地元で採れるハーブを組み合わせて作られるネバーウィンターは飲んだものを深い冬眠につかせる。コールドスリーブドリンク。この方法で人々は冬を安全に寝て過ごし、春の訪れで目覚めるのだ。レシピはいつしか忘れられてしまったが、地元のミクソロジストは再発見できることを願って今も実験を続けている。すげえドリンクだな適当につなげてみたけど、これでなんとかなるのか。一応、うん、必要なこことここはそのままにしてあるけど、でも特にピロリーンとかなってるわけでもないしね。草原に住んでいる者は自分たちの羊が最近異常に速くなってきたことに気づき始めていた。
羊たちは羊飼いから遠くはぐれていくと、恐ろしい速さでキャベツをむさぼり食うのだ。調査の結果、ゴムの木の種が町に回り広がっていたことを突き止めた。彼らの地域にあった最後のゴム資源は魔法のブーツ作戦に使われていた。今履いてるやつか。これは何十年も目にしていない代物だ。だが草原に住んでいる者たちはあなたの手のサンプルを耕せることを喜んだ。これですぐ羊を普通のスピードに抑え込めるだろう。えへん。ちょっと最後の一文がなければな。火山の見解。訪問者は時折火山の傾斜で暮らす者たちのひどく前向きな視系に面食らってしまうことがある。前向きか、一瞬前かがみに見えてしまって。どんなポーズだと。住民たちは死を恐れないといい、絶えず続くリスクにさらされながら幸せに長生きをする。研究によると、火山の住む被験者の血液中に含まれる硫黄の量ははるかに高いことが分かった。環境に適応してきているのか、この硫黄が脳の中に入り込み、前頭葉の恐怖を感じる部分にダメージを与えているのだ。はあ。なんか感覚が鈍いだけだった。知らぬが仏かもしれない。恐怖のスイッチを切ってある。噴火が弱まった後、パルマ一家は変化を調査するべくヤギに乗って噴火口へ向かった。冷えた溶岩は目に見える限りいくつものトンネルと滑り台を作っていた。アミューズメント。その滑り台を彼らは勇敢にもヤギに乗って下ったとか、なんとか楽しそうだね。ラグジュアリー溶岩ロッジで世界的に有名なアトラクションが新たに生まれた瞬間だった。お、これで読み物全部終わったんだね。飽くなき読者。さあ、それはそれでいいとして、うん。お、組み合わせかな、やっぱり。で、一番左端、矢印のところに本棚がクパー、びっくりマーク2つ、合わせて4つ。あのドローだ。見つけたんだな、行こう。わー、ちょっと先に見つけた俺が先に入る権利あると思うんだけど。エレベレレレレーターだ。お、カーテンが。お、ユグドラシルがある。これはもはやもうエンディング的な演出かな。わあ、こんな高いところ初めて。めまいがするのって私だけかな、高所恐怖症かい。私もだよ。覚えていた通りに素晴らしい場所だ。それにあの木だが、申し訳ない、ここまで来てもまだ雲より下だ。シュン。おばあちゃんにたどり着けない。大丈夫だよカード、もう少しだけ高いところに行けばいいんだから。次はあの木かな。マップ、あのすごく大きな木のてっぺんとかどうかな。わかりにくいけど今いるところより高そう。それにまだ成長するかも。おお。新しいマップでこの木のね長さをどんどん足していけるかな。挑戦する価値はあるぞ。でも君何もしないでしょ。私はここに残ってもう少しだけ景色を楽しもう。ソファーもあるしな。右にはなんだこれ、アロマディフューザーかな。またいつここに来られるかわからないからな。手伝ってくれてありがとう、語り部さん。さあ、カード、出発しよう。役立たずは置いといて、二人で出発しよう。古いタイプライターのインクだ。準備はいい？うん。ゆっくりでいいよ。私は景色を楽しんでるから、気持ちはそうでもないけど。全部、インクかい？あの女、日焼け止めを忘れていた。まあいい。焼くぞ、焼くぞ。まずうちさ、大きな木あるんだけど、焼いてかない？じゃあ行こうかしやな。あの木は森を越えた先だよ。じゃあ森マップがあるのかな？グッドラック、お嬢さん方。それにこの場所を見つけるのに手を貸してくれてありがとう。この恩は二度と忘れないよ。さあ、上に行きましょう。これがエレベーターか。上へ参ります。またあれかね、ヒントを頼りに森を組み替えていく感じか。それとももう森ついた。あ、みんな、これはあれかね、あの森マップの未来とかなのかな。時間経過した後の、ようこそヒゲのないメッセンジャーたち。マザーは待っていたよ。ここにみんなを集めるように言われたんだ。
家族のための時間ができたからね。お、唱えたら開いた。マザーが再生に力を貸してくれてありがとうって。だから今度は君を助ける番だって言ってるよ。彼女の抱擁を受けるんだ。よかった、外側を登るとかじゃなくてよかった。マザーが大地の力を借りて君を行きたいところへ連れて行ってくれるよ。やった。じゃあどうしようかな。ノルウェーとか行こうかな。そう、旅行じゃない、ちょっと GoTo なんちゃらじゃない。大丈夫か。上げ足は空高く飛ぶ。あんたはもっと高く行ける。マザーで GoTo できる。近いの。なんだい、マザーはすごくないか。すっごい。こんなに早く成長するなんて、シャーブの若木は特別なものだったんだろうな。やっぱあの植えたやつがどんどん大きくなってってことか。いいね、この上の方のさ、葉が。そっから視点。うおー、確かに前のマップの名残あるね。うん。見えねえ。で、ここ入るとすると、下ではなく木の頂きに行こう。なんかおまけ要素、隠しおまけ要素あったりしないか？大丈夫？ちなみにマップを開くと、あ、一応、付け替えできるね。なんかできるのかな、この状態で。まあでも、うろうろするより、とっとと、進めちゃいましょうか。この周りを一周しといてなんだけど。クマ、ハグしよう。お腹すいた、俺、人間食う。ふう、私たちくらいゲームクジャラだと、ここはちょっと暑すぎるな。マザーの木陰にいれば涼しくて助かるよ。いや、今のマザーが素晴らしいと思うなら、彼女が完全に育ちきった時に見に来てくれ。まだ育つ。わお、この場所ってとっても素敵だね、カート。みんな友達？友達？とっても強そう。あれは非常食です。あの木の中に向かった方が良さそう。かしこまり。チャーブはウォッチャーの何たるかのコツがだんだんつかめてきたよ。君も成長してるんだね。ちょっとこの鳥非常食で持ってきたいんだけど、ダメ？あ、ダメだ。首を横に振られた。上がる準備はできてる？すっごくワクワクするね。おうよ。いざ、木の頂へ。行くぞ！てって。でででで、カーンがない。わあ。かなり上まで来たね。道中はないのか。落ちんなよ、シアナ。遠くに見えるあれが私の島？どれ？この景色を見てみてよ、カート。せ。せ。せ。おせ！十分上まで来たかな。雲はまだ上の方みたいだけど。まだか。周りを見てみましょう。ここより高い場所を見つけられるかも。こんなに上からだと世界中が見渡せそう。まるで。チーズ。あ、カートが喋った。何してるの？すっごくワクワクする。こんなにたくさん地図のかけらを持ってるなんて、もしかして今までのマップ全てが一つのところにくっつくか？全部を一つにするの？おお。全部つなげよう。え？とりあえずここは、これはあれか、なんか探索用に、散々こう付け替えたりして、うん、こうなってるのを、地図を仕上げる。こんなのでいいのかな。それって私の島だったのね。わあ。おお、こうやって他の島も、そして BGM がちょっとずつ変わってきた。いいね、この少しずつね、音色が増えていく感じ。いいっすね。